担いで持ってかれそうな感じ。オンはアウトですね。アウトです。論外です。はい。Hey guys and girls and Ash Japanese, it's your flashy fashion reporter Kathy Cat, and we hit the streets of Tokyo to ask Japanese girls about muscular men, but we got some very, very anti answers. So let's find out why Japanese girls do not like muscular men and Ash Japanese.海外で大人気マッチョは日本でも人気かどうか今日みんなに聞いてます。マッチョはいけますか？結構マッチョですか？自分はどこまでマッチョ OK ですか？細マッチョ、細マッチョ、細マッチョ、なんかボディービルダーまでじゃないぐらいな感じ、ボディービルダーみたいな感じは嫌だかな。ボディービルダーの嫌なところは何ですか？嫌なところ、あ、そうじゃあ私たちはちょうどそこの中に行けそうなタイプを教えてください。4番もいかにボディビルダーなんで、1,2番3はどうしますか？2番。2番、 2番なんででしょう？細すぎず、筋肉もついてて、でも服着たらこういうなんか胸板をおっぱいが大きいみたいな感じじゃないから逆に胸がちょっと大きくなんだ、 T シャツで見えちゃうとちょっと恥ずかしい。あんまりなんかあんまおっぱいない方がいいなんで1と3選んでなかったんですか？1は細すぎる、うん、3はちょっと おっぱい大きい日本人で結構その2の感じの、あの体の出来の人はいますか？あんまりない気がします。みんなもうちょっと細かったりとか、あんま筋肉ついてなくて、白いなんか女性っぽい男性が日本は増えてる気がします。あ、なんかジェンダーレス系って感じ。はいはい、そうです、そうです。一番が結構多いですかね、日本は。2番ぐらいまでは頑張ってほしいですけど、それ以上行き過ぎちゃうとちょっとなんかもう怖いなって感じ。なんか担いで持ってかれそうな感じちょっと怖いイメージなんか。いきます。マッチョの人が好きですか？あんまり好きじゃないです。お、右に同じく暑苦しいし、私細い人のが好きなのであんまり微妙ですね。お、どうでしょう。あ、ちょっと細くて貧弱そうな人が好きなんです。え、貧弱そうな人、弱い弱い、脆い、はい、あ、ちょっとなんかあの例えばそういうビクトリアン時代のノーベルのちょっと病気でずっとね、ベッドで寝て真っ白みたいな、 あそんな感じ、はい、はい、なんででしょう。ちょっと骨浮き出てる感じが好きなんですよ。でだからです。なんかアニメとかの影響に聞こえるんですけど、どうですか？あ、いや、もう昔からです。なんか自分がもう 太りすぎて、だから貧弱な人が好きなんですよ。なんていうか、自分とのなんかギャップが欲しくて。あ、そうそうそう、なんか自分にないもの、ないものが欲しいっていうか、ないものねだりって感じですか細い人のいいところは一緒にいて暑苦しくないところで、マッチョの悪いところはやっぱ暑苦しいところですかね。なんかスタイルいいじゃないですかだから細いの好きなんですよ。あの一体的になんかなんていうか、よくあるのはその強い人が好き、なぜかっていう、守ってくれる、守ってくれる時はどうしますかね。頼りないですよね怖い人いたら自分が頑張るしかないじゃないですか。でもなんですかね、好きな人にその男らしさあんまり求めてないかもしれなくて、私は。だね、はい、いや一応私たちね、写真持ってきたんですけど、はい、その筋肉のタイプなんですけど、あのもしかして私たちが持ってる写真全部アウトってことかなどうなんですかね、1,2,3,4 全部アウトですか？あ、まあ1かな、1は許せるな。1セーフ、はい、まだ許せる。まだ細い、細いのでありです。お、2位は、2位は、あ、もうダメ、もうダメ、ちょっと怖いですね。怖い。3はもう、あの、うん、ダメです、ダメです、もうアウトですね。2個アウトで、はい、4はアウトですね。アウトです、論外です、はい、じゃあ守って、別に守ってとか運動神経とかはどうなんですか？うん、自分の身は自分で守るので別に助けてもらわなくても大丈夫です。はい、じゃあ、相手は別に何のスポーツもできなくて大丈夫ってことですか？うん、大丈夫です。
怖い人が来た時にあーってなった時にどうしますか？男性が自分の後ろに隠れた場合にはどうしますか？それは嫌いになりますけど、なんていうか弱くても頑張ってほしいってことですか？そうですね、好きなら、はい、もう一緒に頑張るしかないですね。お互いこのいやみたいな彼氏役、彼女役、私怖い人で、はい、理想なシナリオを私に見せてください。ちょっと恥ずかしいから嫌です。それ恥ずかしいから嫌です。周りの目もあるのですいません。カティさん、はい、大丈夫です。ちょっとでもあの今のもかっこよかったので、はい、ちゃんと彼女は自分を守れます。She doesn't need her boy to protect her. She's gonna protect herself and maybe the boy as well. It's interesting to see that some girls here in Japan would prefer a skinny, kind of weak, pale, maybe even slightly sickish prince who's lying in his bed going, oh, woe is me, over a strong, muscular guy. It was an interesting opinion we heard going on here. Ooh, okay, and we have a huge bee that is now over there.So I'm gonna go and close this up. If you haven't checked out our other videos, go check out our other videos and catch you soon on Ash Japanese. Bye guys!